ってる、追ってる、追ってる、追ってる。うん、食った。オーケー。いい魚ですね。まあこれとはまた別にイカナゴを食ってる魚もいるはずなんで、よし、じゃあポイント開拓いきましょう。スケート小さくしてる。あ、いやー、あ、外れた。危ないよね。はい、こんな感じで、こんな感じです。あれ帰ったんやけど。あがた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 、ちょっとワーム良さそうですね。さっき分かった、まあでもこれもノッコミよいしょ。はい、もうノッコミですね。完全にもうプリンプリンです。プリンプリンです。オスかな、ちょっと黒っぽいね。うん、ちょっと黒っ、フラットで食ってるような気がするな。追ってる、追ってる、追ってる。はい、食った。オーケーですよね。ちょっと上まで追うな。あんまりにも手前すぎるのが良くない。あんまりにも上げんすぎるのが良くないな。さっきまでよりだいぶちょっと上まで上がってないかもしれない。もうちょっと、おー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 、口強い。今のはねちょっと真下より離れたところで追ってきてたんで、200に移らずに50に行ってましたね。それを追ってるのが見えたんで上まで巻いたような感じ。そこの魚ばっかりだったんであんまり上までさっきまで巻いてなかったんですけど、たまたま映ったんで待ち続けてよかったですね。結構シワ難しいな、今のなんか撮るのは。たまたま映ったから撮れたけど、よいしょ、そうじゃなかったら撮れてないかもしれない。おう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 、よいしょ。あら、これもまた太いね。よいしょ。はい、おお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 お魚かな。そこまで食い始めた感じだね。なんか歯があったけど、なんか最近欠け始めましたみたいな顔してる。いいとこかかってんなこれ、うん、はい、ということでワーム食いますね。この春のね、春のワームはということで、はい、さあ、よっ、当たった。何今のポンポンって帰ってきたね。そんな、なんじゃ今の食い方は。今追ってたな、帰ったね。ちょっと食いが渋いのかな。この魚はね、完全にあの底物食ってる魚ですね。で、まあこれとはまた別にイカナゴを食ってる魚もいるはずなんで、そのイカナゴ食ってる魚のパターンもちょっと掴みたいんですよね、うん、今回いろいろタイラバ組んできたんですけど、イカナゴを食ってるであろう体に照準を合わせたセッティングを結構組んできたので、うん、それが効くかどうかっていう検証をやっぱりちょっとやっときたいんですよね。まだ
塩が完全に最強のタイミングになるまで2時間あるんで、この2時間を有効活用して、次の一手になるようなパターンを掴みたいなというふうに思います。よし、じゃあもう一回上がってポイント開拓に行きましょう。してみましょう。あんまり反応でんね。全然当たらんね。ライトもないのがなんか気に食わんな。センダーフィッシングですね。センダーだからといって釣れるわけではない、っていう感じやな。気分転換ですね。転換でエビオレ。どうかな。まあ、自分だけやね。見せかけやね。見せかけだけやね。釣れそうな。よいしょ。全然。
くえ、あーくえ、あーやめたんやけど、マジで、おほー、マジかよ、あのおいでやめる、
と離れてるよね。この追い方怖いよね。小さい魚1匹よりね、釣れたとかそういう情報の方が大事かなって感じですね。小さいね、ここの魚。ただ単に活性が上がってるっていうだけで、のっこみとかなんとかそういうんじゃないよな。なるほど。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、前回の続きというところで、のっこみ鯛を釣っていくという動画の続きでした。ね、前回は4匹ぐらい、なかなかねプリプリっとした魚が釣れて、そのパターンをね今回も後半も引き継いでやったというところで、そのパターンでも釣れたんですけど、後半ね、潮が緩んできたりとかポイントが変わったりすると、その朝釣れたパターンではなんかワイトというか追いかけてはくるけど食わないというようなことになりました、でそんな状況でも、パターンをね、タイラパのパターンをちょっと変えてやるということによって、小さい魚だったんですけど、魚を取ることができたというところで、こうやって臨機応変にですねどんどん変えていくということが、1日の中でもねどんどんパターンが変わっていくので、そういうことが
うん、大切だなということがよく分かった釣りだったなというところです。まあ、最後はね、落ちでジグでシーバスでしたけど、おそらくジグでタイも、うん、状況によっては釣れるんじゃないかなと思います。まあ、結構このシーバスもね、さばいたらイカナゴ入ってましたんで、まあ、餌もね、ボトムを釣ってる時は何らかのベントスですし、その後ね、こうやって中層に浮いたらイカナゴを食ってる、うん、いろんなところでいろんな餌を食ってるので、その場所に応じたですね、釣り方があるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録いただけると大変嬉しいです。釣りバカ3号でした。ではではまた。